ヘアサロン、コモリ。さあ、始まりました。ヘアサロン、コモリ。美容師芸人のコモリ・ジャイソンです。シーン。さあ、本日は、はい、もう、言わなくてもわかるかな。この顔を見れば。いや、大スターだから、もう大丈夫、ね。いや、大スターじゃない。大丈夫です、もう自己紹介は。いやいや、します。サスペンダーズの伊藤孝之です。お願いします。よろしくお願いします。シャキーン。これ日給7もやってませんその日給7やってますっけ。はい、こっちの先生ゲンモリポーズ。あ、これはもうサスペンダーズさんのやつなんですか。うん、僕らのというか。じゃあダメです。いや、僕らそんなみんなの、違うみんなに広めていきたいっていうものなんです、これは。いや、だからサスペンダーさん、古川伊藤さんが面白いと思って、はい、面白いと思ってって言い方はよくないかもしれない。僕もこれ絶対面白い、これで大爆笑。言わない方がいいですよ、大爆笑もないし、絶対言わない方がいいし、はい、面白いと思ってっていうのはやめてください。また説教だ。いや、もう撮影前に何回か説教あったりしない。今日古川さんはえ、いや、違う素人のタクシー運転手じゃないのに、一緒にいないの不審じゃないでしょ、別に。だって、今日僕だけがヘッドスパシン。あ、そういうことですか、すいません。いや、それはそう。今日も実は古川さんも、その絶対来ない。いやいやいや。セットメニューかと思って。中川家さんがよく言ってるやつあるあるで、タクシーで、はい。すいません、今日はちょっとやらせていただきます。ありがとうございます。ヘッドスパを。ヘッドスパって僕やったことなくて。あ、本当ですか。何をされるかわかんない。怖いんですけど。いや、まあ、特には何もしないです。あ、え？はい。なんかしないと。え、いや、だって、いや、だって、ヘッドスパ、また説教だ。じゃあ、やめて、本当に。またまただ。俺、あんま分かってないんですけど、はい、なんか頭をグッて押されたりしますか？あ、そうです。シャンプーして、うん、で頭をこう、グーッとマッサージして。ちょっと押すの NG。はい。押すの NG？ 頭押すの NG。ちょっと。じゃあ、その、あれどうすんのか、ダチョウ倶楽部さんのあれとか、押すなよ、押すなよ、みたいな。やれない。いや、押すなよ押すなよ、これじゃないから。頭グイグイやるやつ。頭押すなよ。お尻をとか背中押すのは全然いい。頭をグッて押すのが、はい、NG。 え、それは何なんですか？頭蓋骨手術してるから。え、頭蓋骨手術して、頭蓋骨手術。え、昨日っすか？昨日じゃねえよ。昨日で俺ヘッドスパ来ないよ。そうか。え、予定があるってことですか？ヘッドスパを手術する頭蓋骨を。違う。いや、過去に、はい、え、過去に、はい、頭蓋骨手術してるから、はい、押さないでほしい。そしたら、え、ぐちゃーってなっちゃうってことですか、その。なっちゃう。なんか全部ぐちゃーって出るってことですか。下手したら。で、流れちゃうってことですよね、シャンプー。うん、流さないで、その時。水止めてすぐ。はい、あ、え、どういう感じなんですか、頭蓋骨で今。頭蓋骨、だからプレートとかが入ってる。3枚ぐらい。え、ヘッドスパってさ、はい、押すのがヘッドスパ。そういうことじゃないですけど、そのマッサージです、言ったら。ああ、じゃあ。マッサージ、シャンプーぐらいは大丈夫。全然大丈夫、全然、それは全然大丈夫。なんか、グーみたいなのはない。なまあ。どのぐらいですか、ちょっと。え、これやったらやってみて、これが頭だと思ったら。これぐらいは OK、これぐらい。飲んでますね。これぐらい。これぐらいいいってことですか。これぐらい OK。うん。ダメなのはどうですか？ダメなのは、こういうやつ。なんかこういうやつ。グニーみたいなやつはちょっと怖い。わかります。こっち側特に。え、ああ、そっか。サムネイルでも頭蓋骨グニーグニーってなったら、ちょっと。いや、面白くねえよ。見ないでください。グロー動画。すいません。じゃあ、わかりました。じゃあ、優しくマッサージして。じゃあ、はい、頭皮をきれいにする感じでいきましょう。はい。で、プレートもちょっと一緒に磨いちゃって。いや、出てるじゃねえか、俺、それしたら。いや、頭蓋骨パカッとして磨いて。いや、頭蓋骨出てる。いや、すいません。そんな感じ。はい。メガネ結構目悪いですか？結構目悪い。ああ。メガネ外すの。かわいそう。のは、なんで同情するだけのやつ。すいません。ちょっとまず先にじゃあ一回セットして、なんか。はいはい。で、そっから綺麗にしましょうか、せっかくなんで。はい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 。じゃメガネは一旦外す。メガネ外す。外すと大丈夫ですか、そのツッコミとか。わかんない。その見た目のやつはもう全然わかんないかもしれない。今、突っ込んでないですよ。ダメですか、これ。え、なんかボケてんの？なんか変なの出してる？いや、あのアイロンです。うわ、アイロン出してんじゃん。いや、アイロンなんで。じゃあ大丈夫でしょう。普段セットとかあんましないですよね。しないですよね。はなんか、はい、どうせ嫌な気持ちになるけど、どうせとかも良くないけど。はい、
いやだ、舞台出る時とかはバックつけて、はい、ちょっとこう前髪上げたりとかはしてる。プレートのいつもちょっと、プレートはそんな外に出てない。なんかプレートいじるのやめました。もうそれは失礼になっちゃうんで。いや、お前が勝手にやってるだけ。やめましょうって、なんかお互いのミスみたいな。プレートのフリーやめてください。いや、じゃあやってない、マジでやってないわ。じゃあセットしてますかで、普通にセットしてるよしか言ってない。じゃあちょっとアイロンでくった、うん、兄さんとかもやめて。なんでですか、兄さんで。兄さんじゃないでしょ、だって8、いやいや、え、8年目でしょ。違います、7年目です。あ、じゃあ後輩か、はい、だって1個下297ですもん。297の多分2個上だから。あ、そうなんだ。はい、だから兄さんです、僕は。いや、兄さんってだってやってないでしょ、普段。絶対その先輩に対して。だって吉本のやつだもん、あれ。吉本も関西のやつじゃん。はい、昔の人力車。だから東京の人力車の今のはやんないよ。いや、でも兄さんは兄さんだから、お世話になってるし、飯も食わせてもらってる。兄さんは、僕は兄さん。全然食わせてない。いや、食ってます。あの、食ってます。はい、勝手に勝手に食ってんじゃないか。だから食わせてない。会うのもすごい減ったし。いや、でもすごい好きなんですよ。仲良しが。いやいや、そのはい。何が嫌なんだよ。いや、でも僕もまあ、すごい好きではないですけど。でも、あの、親近感はやっぱ昔からちょっと湧いてて、僕は。そのなんとなく、なんか僕らがその、うん、なんかちょっとハードな下ネタとかやったりとかした時も、ちょうど古川さんたちも、はいはい、チーム伊藤も、チーム伊藤サスペンダーズ。サスペンダーズ。あ、そうか、その頃からチーム伊藤とか古川さんたちとか言わないで。その、なんかちょっとね、その、USJ のネタとか、サークル、レゴランドね。レゴランドのネタとか、はいはいはい、サークルで俺だけやれてない。はいはいはい。結構下ネタは、はい、かなりやってて。なんかちょっと近いの感じたんですよ。確かに。いや、なんか、境遇とかだったりとか。あ、そう、境遇もめっちゃわかる。なんとなく。人気ないでしょ、だって。いや、人気ないです、人気ないです。なんかね、その。人気ない感じで、でもやっぱ、うん、めっちゃ面白くて、ネタとかも。ワードとか。いや、だから。めっちゃ面白いんだよな。でも、この間、あの、TP 寄せでね。あ、TP 寄せ。そうそう、 TP さんは僕らはサークルの先輩で、はい、で三公園か、三公園の先輩でテレビ局入った方で、そう、テレ朝の方 で、 そ、 で、ね、その人が主催したライブね、 TP 寄せ。なんかあそこでなんか生配信とかちょっと話していただいてたみたいで、サスペンダーさんが、あ、はいはいはい、古川さんと僕よく あそこで喋ってたんですよ、結構。はいはいはい。伊藤さん前 MC やられてたから、あー、確かに全然お話できなかったんですけど、確かに確かに、なんか古川さんずっと裏で、はいはい、なんか世界観作ろうとしてたから、自分でなんか俺ずっとこう練習して、練習ね、いや一人で練習するんですよ、はい、めちゃくちゃ。それは良くないなと思って。いいじゃん、別に世界観作るの。なんとかこのね、自分の世界に入らないようにしてたんですよ。いいじゃん、世界観入らせてよ。いやいや、それはダメです。古川さんはもっとこう愛されて人に、世界観の人じゃないですから、それはダメです。いや、愛される世界観の人でいいじゃん。ダメです、憑依させようとしてたから、なんか。いや、いいじゃん、憑依型にさせてよ。な、だからか、あの時のネタもっと受けていいなと思ってたんだよな。なんかあんまりうまくできてないなと思ってたわ。邪魔されてるわ、小森ギャルソン。いやいや、だって憑依しすぎちゃうから。それはもう、サスペンダーズじゃないですもん。いや、サスペンダーズでしょ、憑依してこそ。憑依してこそ、サスペンダーズ。そりゃそうでしょう。仲良しはもう、コントはあんまやってない。コントあんまやってないですね。コント面白かったよな。じゃあやろ。え、もっとなんか、重い戦略とかがあったんじゃないの、なんか。ないですよ。でも、そのね、伊藤さんたちも、やっぱコントはなんか変えたんですよね。ああ、まあなんとなく、緩やかにではあるけど、変えてって。す
その、どうしたらアドバイスもらっていいですか。え、どうしたらいいか。何のネタ。ちょ、メガネをつけていただいて。なんで聞いてねえんだこっち。今セットだけは一回したんで。なんで、どうすか。あ、すごい、なんかかっこいい。これであの、もう完全に色ついてるんで。色、はい、あれ色ついてます。あ、色ついてる、はい、え、何やってんのこれ。これあの、大丈夫なの。大丈夫とか、かっこよくなりました。今日はこれ着ないんで、これで。え、え、本当に。はい、今日、俺、ライブある。あ、ライブ、うん、あ、了解です、全然。え、ちょっと待って。あ、これ赤い？はい、赤の方がかっこいいんで、多分ライブとかでもかっこいいってなると思います。撮って、はい、撮ってはい、撮ってますよ、これ。いや、違う、はい、これ、黒くして怖い方や、それ、一番。いや、怖くない撮ってよ、とかね、撮ってこれは。あ、なんかこの替えの、なんですか、頭蓋骨のスペック。いや、頭蓋骨ごと変えねえよ、髪型変えるとあ、大丈夫です。一日のスプレーなんで、これで今。赤にしたらこういう感じだよっていう。ああ、わかった。はい、オッケー。じゃあ、撮って。え、撮りますって。撮るね。撮りますって。へぇ。赤にされてると思わなかった。で、これを今、撮るか撮らないか選べます。どっちにしますか？撮って。了解です。言ってるから、撮って。いや、すいません、変わるかと思って。変わる可能性も。でも今日トークのライブだから、はい、これでいっちゃおうかな。そしたらスペシャンプーして、もう一回また赤のスペシャンプー。はい、そういうことか。よいしょ、嬉しそう。あ、あ、大丈夫です。よいしょ、なんか当たってる。あ、これでいいの。あれ、これなんか当たってんのよ、すげえ当たってんのよ、これ大丈夫なの。これなんかこれどうなってる、これなんか。あ、1個ない、1個ない、1個取れたんだそういうことだ。から逆に当たってない、当たってないです。あ、そういうことか、はい、2個当たんなきゃいけないの。はいはいはい。あ、あーあー、はい、いいじゃん。あ、よかったよかった。あ、よかった、びっくりした。1個当たってると思ってた。1個当たってなかったそのガリガリ君、うん、2個買って、うん、1個なんか、ね、もう下手そう、もう下手そう、当たってもういい、もう下手そう。それ何、そのミスった後のヒヒヒヒヒみたいな。これはもう長く受けてるっていうこれはやめます。タレントさんで、タレントさん。それこそよくあの家に一緒に出てたね、あれって、三茶のライブよく出てましたよね。あ、三茶のライブ出てたな。あれすごくなかったですか。あれはすごかった。ほんと区の施設借りて、名案店もほんと、会議室の扉の隣のスイッチをカチカチってやるだけの。あれ、超えてないですね、やっぱり。あの衝撃。あれがいいですね、やっぱり。いや、よくないよ。あれ。だって楽屋とかがもうエレベーターがあった通路で、うん、そこで中にスペースがあるんですけど、そうそうそう、通路が楽屋でしたんですね。そうそうそう。だからお客さんは完全に楽屋を通んなきゃいけない。そう。もうネタ合わせとかも全部見えてるし、はい、こっちも誰が来たかとかなんかわかるし。うん。で、なんか、お金投げ銭みたいなのもあって、はいはいはい、誰が投げ銭してるかとかまで見えるぐらい、なんか。うん、あれ、ダメ、あれはあんま良くない。それがいいですよね。いや、良くないでしょ、あれ。誰が何戦してるか分かっちゃうよ。お客さん、漫才マイクあって、お客さん一番前の席が近すぎて、膝ちょっと当たってました。近すぎだろ。そんな近いライブありますよ。なんかマイクより前来てるじゃん、お客さん、そしたら。本当にマイクの下ぐらい。いや、そんなわけない。本当そうですよ、最後の方。そうだったっけ。もうおすごい、なんか明らかにパーソナルスペースに入ってる。おお、なんか、おお、なにこれ、なにこれ。これはあの頭蓋骨の汚れを取るやつ、はい、プレートの汚れ取ってくれる、はい、プレート取ります。嬉しい、ありがたいな。やっぱりプレートの、ね、汚れってなかなか取れ、自分ではシャンプーしても取れないんですよねそれは取れんのよ、中入ってんだから3枚あるから、はい、
3枚結構入れましたね。大体普通のお客様に1枚、2枚っていう感じでした、ね、いや、ファッションじゃないから、俺3枚っていうのは頭蓋骨ぶっ壊れて入れただけだ古川さんのツッコミが強かったってことですか、その頭蓋骨やられたって。いや、違う違う、お笑いの事故じゃなくて笑いじゃないんだ、お笑いじゃない、交通事故。あ、すいません、これはもう笑いにしちゃダメですね。いや、して、お笑いにしてやめて。じゃあいいんですか、テロップで。え、なんか編集とかでずっとなんか車の伊藤さんの、うん、頭にだダメ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 、じゃあそういうなんか悪質な編集者の悪質なやつじゃなくて、はい、トークで、まあ、話ぐらいでは大丈夫。そりゃそりゃそうでしょ、話で面白くして。もう大丈夫なんですもんね、全然。もう大丈夫、大丈夫だけど、はい、だけどやっぱちょっと、はい、まあまあ丁寧にというか、デリケートではある。手でね、こう、はいはい、こっち側をね、こうグニグニグニってやると、はい、カチ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 みたいになったりとかね、カチ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 うん、なったりするから、はいはい、まぁ、あ、ちょっと怖い。あ、じゃあネタ中のあのカチカチの音ってあれ、ネタ中そんな音なってる俺ら。なってるなってる、伊藤さんだったんだ。え、そうなんだ。ネタ中俺が必死に喋ってることで、はい、カチ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 ってなってる、なってたんで、やば、何やろうと思って、やばいな、それ。でもあの、サスペンダーさんの、年収1000万チャンネルの、うん、ああ、はい。そうそう。いや、そういうことあれですよね。もうそのタイトルいつ、そろそろ変えなきゃ、本当にあれですもんね。いや、全然変えなくていい。年収1500万。全然。あ、2000万にしちゃった方が早い。いやいやいや、違う違う。言ってないから。はい、言ってない。俺ら、月1万。月1、2万、ほんとに。いや、そういう戦略。いや、いや、いや、確か、ほんとに。税金対策か。いや、違う違う、ほんとに。だって、はい、全然何にももらってないもん、お金。全然もらってない。ほんとに、聞いちゃうよ。聞いてる？はい。月1万とか。はい。了解です。なんその俺が嘘ついてるみたいな。ほんとにもらえないもん。でもあの、満喫の話とか面白かった。ああ、古川のバイトの話、はい、ありがとう。そう、それでやっぱこのぐらい大丈夫ですか、ね、あ、大丈夫、気持ちいい。うわ、やっぱあの満喫でバイトしてるっていうのがやっぱりサスペンダーさんですね、うん、僕がそういうサスペンダーさんであってほしいですね、いつまでも。いやー、いつまでもってことにはなんない。いやいや、やっぱり、はい、もう今でウーバーイーツにしてるからね、古川。いや、ウーバーイーツも近いからいいっすよ。ああ、それならいいんだ、はい。もう、誰も、うん、1000万、年収稼いでるサスペンダーさん見たくないですもん。不愉快。え?2 人が1000万稼いだら、はい。もう泥水をずっとすすっててほしいです。いや、そのタイプになりたくない。年収1000万、稼いだとしても泥水はすっといてほしいです。はい、いや、それもあんのよ、確かに、はい、その自分の中で汚い、はい、やっぱ臭いとか汚いとか、いや、そこまで求めてない。いや、いやでもやっぱそれを求められてる部分もちょっとあったり、はい、そこがいいんだみたいな。臭い汚いですか。臭い汚い、ね、おむつ、うんこ、うん、こ、おちんちんとか、はい、求められてるとこもあるんですか。少しやってた時もあったから。あえて期待に応えようとして。そう、だからそこを求められちゃうと、そこから脱却することで裏切る形。うん、でもそれが進化なんだっていうことですよね、言ったら。成長というか。そう本当にそう。だから、はいはい、売れて、なんかブランド物とか、持ち出しても、はいはい、古川がなんか、ヴィトン持ったりとかなんかしても嫌いにならないでほしいとは思う、はい、本当に。いや、ヴィトン持ち出したらだって、いや、なんか今まで通りそのコンビニのビニール袋に全部入れるような生活をしておきましょうよ、それは。確かに、カバンじゃなくてビニール袋に入れてもという、はい。